こんにちは、もかです。今日はですね、画質違いませんか？今日は私がもともと持ってたミラーレス一眼で撮影してます。普段というか前の2本は携帯の方で iPhone で撮影してたんですけど、今日はちょっと試しに一眼レフで撮影してみようかなと思って撮影してます。で、その試し撮りのために今日は透明スライムを作りました。ピント合うかな？多分ピントが、これね、見えないのよ、画面が。撮れてるかもわかんない。大丈夫？撮れてる？これすごく気泡が入っちゃってるんですよ。なので気泡をできるだけ早く抜くための方法をちょっとネットで調べたら、レンジでチンして1時間から2時間ほど冷蔵庫で放置するのが一番早く気泡が抜ける方法らしいので、ちょっとそれを試してみようかなと思います。はい、ということでこれを1分間ぐらいチンしていきたいと思います。もかちゃんタイムスタート。はい、今回ね、撮影に使用しています、カメラがこちらオリンパスペン EPL7 を使用してます。携帯の画質とは全然違うよね。デザインがすごい可愛いの。でもこれは動画用ってよりは写真用に買いました。ではやっていこう。はい、ではあわあわさんをチンします。ハロー、見えるかな？チンした。わお、余計にあわあわだけど大丈夫かな。こんな感じ、あったかい。ではこれを冷蔵庫で 1,2 時間冷やしたいと思います。レッツゴー。はい、冷蔵庫に入れて2時間か3時間、2時間ぐらいかな、が経ちました。それでは見ていきましょう。3322111、じゃじゃーん。すごくない？見て、すごくない？見て、めっちゃ綺麗に気泡が取れました。ほら、すごい。ちょっと触ってみましょう。見て、すごい、めちゃめちゃクリア。冷たい、冷蔵庫から出したばっかりなので冷たいですね。 すごーい、こんな感じになりました。もう触っちゃうと見て指紋がついちゃうね。こんな感じ、ということでですね、すごい綺麗に気泡がなくなりました。あらよかったらやってみてください。すごい透明なスライムができます。でね、電子レンジで温めるとき、温めすぎるとこうやってちょっとスライムが膨らんできてバーンってこぼれちゃうので気をつけてください。見ながらとか少しずつ温めて、で温めた後は熱くなってるので冷蔵庫に入れる時もスライムに直接触らないように気をつけてください。それではやってみてね。ではまたね、バイバイ。手で隠すやつやってみたかったんだよね
バイバイ。